参りましょう。はい、まずは吹田市の出来事などをご紹介する吹田のトピックスです。おこれやで、かわいい。8月8日、吹田市国際交流協会でハロハロスクエア夏休み自習室が行われました。これは国際交流協会が外国で生まれ育つなど外国にゆかりのある小学生から高校生を対象に開催している教室です。子どもたちは夏休みの宿題や勉強したい教材を持ってきて自分のペースで勉強を進め、大学生などのボランティアがわからないところを丁寧に教えます。8月1日から22日までの木曜日に開催され、この日はブラジルやウクライナなどにゆかりを持つ小学3年生から中学1年生までの5人が参加して勉強に取り組んでいました。家に分かるやつして、分からないやつ、漢字とかいっぱい入ったやつ、先生と一緒に僕にします。家では、自分で遅く勉強しちゃうけど、ここでは早くできる。ここに子どもたちが来ることで、何かしら学校だったり家庭とはまた別の新たな集まる場所だったり、みんなと出会える場所っていうのが提供できてるっていうのが一つ大きなことかなと思ってます。8月10日、総合福祉会館で手話講習会。